本日はボクシング元5階級制覇王者であり元パウンド4パウンドランキング1位那須川天心選手、朝倉未来選手から KO 勝利を収めているフロイド・メイウェザー選手がライジンファイターのコウジ選手に対して気になる発言をしているのでそちらについてまとめていきます。コウジ選手は11月14日フロイド・メイウェザー選手の教え子であるジェハン・イングラム選手との対戦が決まっており前日記者会見にてコウジ選手は日本のスーパースターコウジです。ドバイの皆さん呼んでくださってありがとうございます。日本最高峰の団体ライジンから TMT 狩りに来ました。世界のフロイド・メイウェザーをマルコメ君と呼んでいます。マルコメ君を迎えに来ました。僕はマルコメ君にしか興味がないです。彼は日本のスーパースターたちを倒したんですけどあれは全部ボクシングのルールなんですよね。そこを勘違いすんなと。そのメイウェザーの金魚の糞のイングラムはずっと勘違いして日本人をバカにしてるんでね。それを分からせてやろうとここまで来ました。明後日のメイウェザーの大会は俺とこのクソガキで盛り上げてクソガキをぶっ飛ばしてマルコメを日本に持って帰るので皆さん応援よろしくお願いしますと発言し、ジェハン・イングラム選手に対してのコメントはほとんど行わずフロイド・メイウェザー選手をマルコメと揶揄し煽りコメントを再三口にするなど挑発行為を行っておりました。このコウジ選手の発言に対してジェハン・イングラム選手は俺はリアルファイターだ、彼はボクシングをやったことがないキックボクサーだろ、俺がコウジと戦わなければいけないことが俺に対してのディスリスペクトだとコメントを返し、コウジ選手と戦うこと自体がディスリスペクトと不満を口にする発言を行っております。このジェハン・イングラム選手の発言に対してコウジ選手はこいつらは何も大したことがないし、マルコメがすごいのはボクシングだけ、俺は違うジャンルで格闘技をやっているので俺らのルールでやる根性があるならかかってこい、お前の顔面ぶっ飛ばしてやるわ、マルコメボーイマルコメボーイチキンボーイチキンボーイとコメントを返し、フロイド・メイウェザー選手、ジェハン・イングラム選手を挑発するコメントを再度行っております。この記者会見後、フロイド・メイウェザー選手とコウジ選手は会見会場にて遭遇し、その際フロイド・メイウェザー選手はコウジ選手に対してボディーガードを10人ほど引き連れながら、お前はイージーお前はイージー、練習なんか必要ないさ、お前なんて簡単に倒せるぜと発言し、怒りをあらわにしておりました。この記者会見後、コウジ選手と同伴していた細川バレンタイン氏はコウジ選手に対して、コウジお前は多分分からなかったと思うけど、お前がステージに上がってる時メイウェザーたちは日本からのゴミだってお前は言われてたのね、俺も半分黒人やけど俺は自分を日本人だと思ってるからそういうこと言われると俺も腹立つんだよ、本当に明日は見せるぞ、本当に日本はゴミじゃねえからお前もゴミじゃねえしと発言し、舞台裏にてフロイド・メイウェザー選手と陣営がコウジ選手に対して日本からのゴミと差別的発言をしていたことを明かしております。この一連の流れにファンの中では、ライジンに行って個人としては想像できないレベルで才能が爆発しちゃったね、目の前に来たチャンスを逃げずにしっかりものにしていったのは人間として尊敬する、コウジ一人で乗り込んでめちゃくちゃかっこいいぞ、マジで日本代表 TMT 狩りで歴史を作ってくれ、今まで世界のアスリートとトラッシュトークを繰り広げてきたメイウェザーをここまで熱くさせるコウジの挑発とハートの強さがすごい、日本のボクシング関係者とファンにとってメイウェザーは雲の上の存在ですから、メイウェザーを挑発できる人は誰もいないと思います。だからこそメイウェザーとここまでの絡みができるコウジさんはすごい、このメイウェザーを引き出せる日本人は他の誰にもいないと思います、最高です、今日の試合の幸運を祈っていますなど、コウジ選手に対しての応援メッセージが多く寄せられております。注目の集まるコウジ選手とフロイド・メイウェザー選手がリングにて対峙する日は来るのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。